さて、それでは、ちょっと途中からなんですが、おそらく、ツイッターで、フォローさせてもらってる方かなと思っております。なんか今読み込みがすごい重たかったな。大丈夫かな。線画、限定線画かな。球種が多いな。スプリーム。これを攻略しないと、打てないかな。そんな感じですね。フォークかストレートか。おー、ツーシーム。ちょっと見分けがつきにくいスプリームと。入ってるかな、今の。角いっぱい。ええとこ来てるな。入ってるか。カットとか横変化も来るかな。カーブ。カーブの裏は何やろう。カーブ。2球カーブか。フォークもそろそろ来る。フォークは来ない。ストレート100、123、なんか抜いたストレートってやつかな。スプリームですね。ツーシームか、スプリームの後。ツーシーム、おお、すごい。際どいとこに来た。フォーク。やっとフォークですね、ここまでで。3人目で。カーブ、スプリーム、どっちやろな。カーブ、あー、惜しい。ちょっとバットの先すぎたんかな。近本、高木さん、佐野。初球から。もう、高橋は怖いけど、自信持ってこの超スローカーブを投げ込んでいく。ここが生命線ですよね。それとこの、外れた。このカットがね、うまく機能してくれると大きいなと思うんですが。さあ、ストレート。このカットが機能しない。ちょっと今、手元、肘のとこにノートがあって邪魔で、あまりに急に撮影したので、スライダーかなー。よしよし。ちょっと、少しだけカット、うわぁ、カットを匂わせる感じにしたかったんやけど、しっかりストレートが入ってしまった。スプリームかなー。スプリーム、低めに来たらやっぱ変化量上がりますよね。カーブ。意外とカーブあんのかな。カーブやったら僕でも打てそうやけど。まあでも、スプリームのが多いやろな。よし。よかった。もう初球からずっとこのことだけ考えてたから捉えれた。この後ツーシームかスプリームじゃないですか。嘘やん。もうストレート待ちでいこう。僕は伊藤はストレートピッチャーだと思ってます。やたらストレートで決められることが多い。ああ、でもない。ミートか。ミート打ちでぼんやりと待つ。スプリットチェンジもある。もう似た配球やったな、今の。スプリームにも見えたな。残ってるな、スプリームが頭に。ああ、スライダー今の折れた。どうかな？落ちるかな？落ちない。高橋で締めれるか、ここ。高橋で締めれるんやろうか。こうなるんですよね。なんか、まあ、左ピッチャーは、制球難しいって、なんか最初バーサス始めた時に結構言われてたんですけど、どういう意味かわからんのですけどね、左右同じやと思うんやけど、左確かに入りにくいですよね。
いやー、分かりすぎるかな。おー、怖い。ちょっとあまりにも、高橋不安っていう気持ちがありすぎるかな。さあ、どうやろう。真ん中に入っていく球。うわ、危ない。うわー、甘い。変えるか。でも、中継ぎ誰もいないんですよね。さあ、思いっきり分かる球やけど。よし。二塁。あ、いいですね、いいですね、いいですよ。もう心折れててくれ、ここで。諦めようって思ってくれ。あと一人誰？古田。よし。なんとか。なんとか抑えれました。これでパック開封。あ、ランク上がったか。もったいないな。高橋じゃなくて、じゃあ山本で行けばよかった。あ、すごいもったいないな。結局、誰も使わずに、ランクアップしてしまった。ランクアップってそもそもなんか思ってないタイミングでしか来ないですね。もう、ほとんどランクアップしなくなってしまったな。135とかなんですよ、今ランクね。わあ、重たい。このデッキは重たい。すごいなあ。もう、スカウトがまたなくなりました。だいぶ回しましたよ、結局。やっぱりこのスカウトポイント増量。途中ね、しっかり休みましたけども、アイランドキングを落とすぐらい休んでしまったけど、もう一人しかいないです。でももう使おう。この重たいのまず消費してしまいたい、上2つね。ということで、今回はちょっと急遽の撮影になりましたが、現在6連勝中、打率3割7分2厘、防御率0.77ということで、で、レートも3650。ちょっと真剣には戻してるところです、これでも。で、本当は撮影この次にするつもりだったのが、ここだったんですけど、福島地区、試合が4連勝。で、ここ勝てば、全国マップ、あと一つなんです、ラスト。なので、ちょっと続けていこうかな。今の試合短かったし、続けてもう一試合行かせてください。さて、ちょっと2試合するには長くなるかなということで、今回は直近30試合の成績、僕多分これ公開したことがなかったので、別になんか隠してるとかじゃなくて、この画面があることをいつも忘れるんですが、ちょっとゆっくり見てみたいなと思います。いかに僕がホームランを打ってないかですね。0.2というふうに真ん中、上の真ん中の方ですかね。勝率、打率、得点平均、安打平均でホームラン平均が0.2、防御率0.77ということで、打ててないですね。まあ、驚きだったのが、投手成績、トップは当然まあ、もう分かってたんですけど、2位が、小島選手が2つ絡んでると、勝利数、防御率、もうほとんど使ってないんですけど、今。ほぼほぼ1位の山本と3位の高橋のみで回してます。まあ、あとは出ないという感じ。岩崎が三振20取ってるんですね。3位。まあ、そう、直近30三振。まあ、そうか。やっぱり球持ちですかね。それで言うと、球持ちのあるピッチャーでストレートで僕は三振取ってるのかなと思います。パーフェクト率80.12。果たしてどんなものなのか。野手の打率下位が2位ということは、もう打数はあんまり関係なしなのかな。ちょっと打ったら、いいというようなところで、坂本もやっぱ安定、やっぱ柳田坂本になってくるんですね。いいバッターがいいっていう感じなんかな。で、投球回、防御率、やっぱまあ全体的に悪いですね。完投、完封、山本完封19、勝率21、高橋も完封結構してるんですね。もうずっと打たれてるイメージやったけど。野手が、これちょっとさっき見た時に不思議だったのが、4位、
に野村健次郎さん入ってるんですけど、ベンチなんですよね。野村健次郎ベって左側書いてるんですけど、ベンチなんで38打席立ってないんですけど、過去に38打席立ったものが残ってるのか、ほぼほぼ僕は代打を使わないので、ここの見方がよくわからないですね。チーム自球団、自球団1位坂本なんや。坂本めっちゃ能力難しいですよ。出えへんかな。ミート D とかなんですけど、じゃあミートって気にせんでいいんかな。まあ多分打席が少ないからだとは思うんですけど、ホームラン大山5本打点12。まあこの辺は監督モードで回してて、でオフラインとかもうお互いに譲り合うときにホームランを打たせてもらってるような感じがします。マルテが2打点。どんなもんなんかな。これはもう勝利数はもうダントツガンケルだと思います。ほぼほぼこちらは通常よりもひどいですね。ガンケル以外使ってないです。もう自球団やるときはガンケルで、それ以外使うときはもう監督モードで回すときですね。唯一ちゃんと試合するのがガンケルの時だけ。だからもしも僕と当たった時に僕がガンケルを使ってたらもう超本気であると。絶対負けたくない試合の時に使ってるような感じなんですけど、まあもうそれも、次回動画ぐらいで全国制覇をしてですね、終わる予定なんですけど、どうなんでしょうか。メッセンジャー A っていうのが真ん中に入ってるのがいいな。防御率 3.09。伊藤ガンケル、これと、投球回選択になってね、防御率の選択に変えると、また違うんかな？また岩崎が絡んできてる。僕の中で評価が一番低いんですけど、山ほど出てくるから。僕は中継ぎやったもこの久保田が一番いいと思ってるんですけど、そうか、こういうこともあるんや。まあ、ガンケルですね。誰か一人でいいから限定投手阪神で欲しいです。まあ一人いるんですけどね。防御率今1位になってますね。0.7 ということなんですけど、先発中継ぎかな。一人取れたらなと思うところで、まあ今年の目標ですね。限定先発中継ぎを取れるように頑張っていきたいなと思います。パーフェクト投球率 43.07。まあこれがあれか、その監督モードで回して、監督モードの時ってパーフェクト投球率はどういうカウントになってんのやろ。全くわからないですね。まあまあでもどっぷりと。ちょっとここ最近配信が僕、前の時も話してたんですけど、2つに分かれてたんです。別のアプリとね、やってたんですけど、別のアプリの方がちょっともうクリアの方に追いついてきてるので、もうそろそろちょっと投稿数が減るかなと思うので、まだバーサスががっつり増えるんですけども、こいついっぱい投稿してるなぁと思われると思うんですが、ぜひぜひ、お時間のある時に見に来ていただけたらなと思います。ということで今回は、一勝をなんとか上げることができたよというところ、それから、久しぶりに直近30試合の成績の確認でした。ではではご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。